はい、どうも、ゆるひとです。ちょっと残念なお知らせなんですけどね、はい、どうも、大悟です。ずっとやってたじゃないですか。あれをね、やめたいなぁと思ってね。っていうのもね、最近ちょっと、大悟さんがね、なんかな、見てられないなぁ、みたいな風に思ってきたのがあるんですけどね。なんか、大悟さんがね、ツイッターで、めっちゃこう、誹謗中傷についてね、なんか、ぐち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 言ってるんですよ。なんか、それ見てね、うわーって思っちゃってね、なんか、うわー、なんか、すごい気にしてるやんって思って、なんか僕の中で、大悟さんすごい人って思ってたんですけど、なんかもう、過去音ってなっちゃって、とかね、まあ、あと、もう一個あるんですけどね、最近、中田さんの動画を見るようになってね、オリラジの中田さんの動画見るようになったんですけどね、なんか、比較すると、やっぱ、レベルが全然違うんですよね。大悟さんはね、本の内容をただ言うだけ、しかも尺長いし、なんか、めっちゃダラダラしてる感じなんですけど、オリラジの中田さんの場合、なんか、その本の内容も言うんですけど、自分の考えみたいなのも言って、さらに自分の経験則みたいなのも言ったりとか、あとは、その、芸人だからね、やっぱ、話す内容面白いんですよね。なんかそういうの見てね、なんか、大悟さん、ちょっとなっていう。全然動画見なくなってね、こっちよりこっちの方がいいな、みたいなのとかもあるし、あとは、なんだろうな、もう単純にね、僕は誹謗中傷について、なんかこう、説教みたいなしてるやつ、マジで嫌いなんですよね。気持ち悪いんですよ、普通に僕、めっちゃ思うんすけど。もうね、本気で嫌いでね、そういう誹謗中傷、どうこう言うやつが。っていうのも、僕、メインチャンネルでね、これ知らない人もいるのかな？サブチャンネルだよ。サブチャンネルなんですけど。で、これね、前、言ったかな？なんでサブチャンネル、メインチャンネルっぽくしてるかっていうと、いつでもアカウント移行できるようにしてるだけですよ。いつ赤番になってもいいように、同じ名前にしてるってだけです。はい。で、誹謗中傷、ね、なんていうのかな、こう、よく炎上事件とか取り扱ってるじゃないですか。だから、誹謗中傷にすごいこう、囲まれてるんですよね、僕は。で、自分の誹謗中傷をよく見るかっていうとそうじゃなくて、どっちかっていうとね、他人の誹謗中傷めっちゃ見るんですよ。もう、毎日見てるんですよね。なんなら、他人の誹謗中傷みたいなの。ゆるひとさん、これが、YouTuber の卒アルです、みたいな。ダメじゃないですか、普通に考えて。とかね。まあ、ネタにする僕もダメなんですけどね。とか、あとは、この YouTuber がこんなことしました。私はこう思いますみたいな長文を送りつけてくる人もいるんですけどね。まあ、その長文を僕がまんま話したりもするんですけど、僕が拡散しちゃってるんですけどね。それもダメなんですけど、ただ、なんだろう、なんか、誹謗中傷にずーっと囲まれてきたで、なんかこう、何を今更言ってるんだと思っちゃうんですよね。特に、人が死んだ時に思いましたね。木村花さんだっけね。いや、前からあったじゃんと思ってさ。前からあったものに対して何言ってんのお前らと思って。めちゃめちゃ気に食わなかったですね。芸能人とか YouTuber が正義面して、ね、なんか言ってるの見て。いや、で、あとね、もうわかるんですよ。自分が言われたくないだけっていうの。もう透けて見えたんで、お前ら自分が言われたくねえだけだろってね、思っちゃったんですよね。なんか、特に僕のやり方に対して否定してくる人に思いますね。じゃあ週刊文春に言えよって思うしね。週刊文春を潰せよって思うし。週刊文春だってね、あれストーカーして情報を得てますからね。僕よりもエグいんじゃないですか、その人のプライバシーみたいなの。荒探しみたいなのしまくって、で、やってるわけじゃないですか。しかも、あれですよね。なんか、僕みたいに表に出た事件とかじゃなくて、もう、もろ、プライバシーじゃないですか。なんか、彼女がいるとか、誰々と誰々が付き合ってるみたいな。やられた側はマジで嫌だと思うんですけどね。まあ、僕が悪口言うのも、相手側は嫌だと思いますけど、それは分かってるんですけどね。ただ、なんか、いや、でもね、でもそれを言うんだったら、なんだっけ、テレビのニュース番組、
ちょっと名前忘れたんですけど、あの加藤浩二さん、スッキリか、スッキリとかね、なんか物申してるじゃないですか。なんかあのハリセンボンの春菜さんとかね、なんか言ってるじゃないですか。言われた側は嫌じゃない、なんかそれがたとえ正論であっても、それがたとえ正論であったとしても絶対言われた側はね、いい気分しないですよね。とかやっぱこう、たとえ芸能人だとしてもなんか言われる必要あんのかなと思うんですよ。不倫とかさ、あのもう奥さんとその旦那さんとか家族とかさね、周りの友達とかのが考えるべき問題であって、別になんか世間のさ人たちとかそのニュース番組とかがなんか意見をさその人に訴えかける必要はあるのかって思っちゃうんですよね、僕は。でなんだろうな、あとね、芸能人とかね、 YouTuber とかが誹謗中傷ダメですとか言ってるじゃないですか。でも誹謗中傷ダメだって本気で思ってる人ってもう行動してるはずなんですよね。弁護士になるとかさ、なんか何かできることってあるじゃないですか。で本当になんだろうな、こう誹謗中傷に対して考えてる人っていうのはもう何か行動して資格取るとかね、なんか動いてるはずなんですよね。YouTube とか芸能活動とかしてる段階でもないと思うんですよね。ちゃんと動いてるはずなんですよね。でもやっぱなんかね、自分が言われるのが嫌なのか知らないですけど、なんかこう言うじゃないですか。そういうの見てね、なんかこのクソ偽善者がって思っちゃうんですよね、僕は。もっとなんか俺たくさん見てきたぞ、なんでそいつらが炎上してきた人も見てきたんですよね、僕は。裏の事情を知ってるんですけど、実際表向きはこうだけど事実はこうだったみたいなのとかめっちゃあるんですよね。もうたくさんあるんですよ、本当に。例えば真琴くんのね、暴力事件とかもね、その犯罪者だって言われてたけど、いや、犯罪者が上場企業をしてる、その上場企業のね、そのウームにおれんやんっていう、犯罪者がいない、入れないからっていう話だし、俺だって別にやらせだから普通に不起訴だしね、まあ、ただね、なんだろうな、犯罪者じゃなくても不起訴じゃなくてもなんかダメだと思うっていうなんか謎の正義感出してくる人もいるんですけど、まあいいや、それはいいや。とりあえずね、なんかそれはまだレベル低いんですよね。前あったのがね、そのいじめてないのにいじめたってレッテル押し付けられた人もいたんですよね。それは特に僕心に刺さったんですけどね、うわってなったんですけど、なんかもう本当に被害者ぶるのが上手いやつがいたんですよ。そいつがの裏を僕は知らなかったっていう感じですかね。まあそこまで知らなかったのにその動画出してしまったのも十分僕も悪いんですけどね。まあでもなんかそういうのたくさん見てきただけなんか薄っぺらいなと思っちゃうんですよね。誹謗中傷がどうとか騒いでるクソ芸能人とかね、クソ YouTuber とかめっちゃ思っちゃうんですよね。はい、まあ、それでね、新しい挨拶を考えていいでしょうか。ちょっともう大悟さん嫌だなと思ってなんか大悟でーすってやってたんですけどね、どうしようかな挨拶ね。もうあとは挨拶決めの時間にしましょうか。もうちょっと結構ガチめに嫌なんで、僕は本当になんか無理なんですよね、誹謗中傷について説教するような人。あ、ちなみに僕は誹謗中傷賛成派ですよ。どうしようか、誹謗中傷マスターでーすか、誹謗中傷 YouTuber でーす。なんかサブチャンネル挨拶良くない？もうだるいんだけど。一時期さ、そのコメント欄で大悟みたいとかたくさん来たからさ乗っかったけどさ、ちょっともう飽きたっていう人もいるしね。でもね、メインチャンネルみたいになんか張り切って挨拶するようなのもしたくないしね、俺だるいし。だりーなーってなっちゃうし、どうしたらいいんだろうな。挨拶なパッて浮かばないな、困ったな。なんか挨拶ないですか、視聴者から募集しよう。
なんか挨拶考えてもらえませんか。さすがにキラリンチョはやりたくないですね。なんかだるいし。でも他人のパクるのはもうメインチャンネルでやってるじゃない。サブチャンネルまでやってたんだね、俺。あんな、人の挨拶パクる的なの。めんどくさいな。どうしようかな。ヘズマリュウがすごい見つめてくるんで、メインチャンネルの撮影場所で撮ってるんで、ね、すごい見つめてくるんですけど。あ、じゃあこういうのどうですか。サブチャンネル、やりますね。どうすか。野獣先輩と今目が合ってね。これでいっか。じゃあ次これでやってみます。